じゃあ今日はね、はい、これは何ですか。これは えらいちっちゃいコーナーですね。ちっちゃいコーナーですね、はい、ほんまにちっちゃいコーナーですけど、はい、これがなんと、はい、何ですかこれ。丸木船出土跡、はい、船が興味ないですか。そうですね、全くないですよね。そうですね、そっち行きましょうか。こっちそっちそっちこっち行きましょうか。あ、大阪風の陣興味あるでしょ。古戦場、あ、古戦場今福、はい、蒲生の戦い、あとここで、そうですよ、激戦の地って書いてます。そうですよ、激戦の地、はい、この辺が、この辺がですね。あ、上杉がとか書いてます。はいはい、上杉景勝とか佐竹やら上杉やら、はい、ここにおったんか。昨日出た、昨日でしたっけ、はい、佐竹義信、あ、やったり、豊臣方の追撃を食い止めることができた。そう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 、もう続けましょうか、続けましょうか、はい、数知れず、はい、師匠さん、数知れず、はい、数知れず沼地でもドロンコに、あ、そうでしょうね、ドロンコになって、きっとそうでしょうね、はいはい、これいいじゃないですか。で、ね、昨日の佐竹の陣が、はい、ここから歩いて8分ぐらい、はいはい、沼地やったら15分ぐらいですか、はい、今から8分なんで、あ、そうか、沼地やから、はい、沼地やからだいぶね、だいぶね、はい、かかったかな。でここで戦があったと、もうだこの辺一体ってことでしょう。いや、そうでしょうね、もうほんまにそうやと思いますよ。だからたまたまここに看板あるだけで、そうですね、この一角でやったんじゃないでしょうね、きっと、はい、もうそれ小競り合いですから、ね、小競り合い、はい、はい、っていうね。あ、空襲で、あ、ちゃう、こっちじゃないね、はい、ついでにね、はい、これ興味ある人おるかもわかんないですよ。丸木船ね、はい、丸木船が、はい、この辺川があったと、はい、橋があったと、はい、はい、丸木船が、そうですね。これここは何なんですか。これは何もないんじゃないですか。激戦の地、あれ、あ、じゃあこの人の庭ちゃいます。あ、でも数知れずなんでね、数知れず、この辺怖いですよ、まあ、いや、この辺怖いです。あれ、あれですよね、これの出土とともにっていうのもあるでしょうね。あるでしょうね、あるでしょう、ね、いや、今多分基礎を作ろうって掘ったら出てくるとかあるんじゃないですか。ですよね、はい、あれがでしょう、あれが、あれが頭蓋骨がそうっすね、はい、鎧とか出てきたらいいですよね。あ、こっち、あ、そっかそっか、そうっすね、はい、鎧とか出てきて、もうそれは取られてるでしょう、ね、鎧とか刀とかやっていいですけどね。それいっぱい出てきたでしょうね。出てきたでしょうね、それはね、はい、はい、っていう、これが戦国らしい、はい、そうですね、激戦の地っていうこと、ちょっと戦国らしくなってきましたね。ですね、はい、これは何の看板。まだまだ戦国行きましょうよ。え、戦国行きますか。行きましょう、行きましょう。こういうのいいですよね。いいでしょう、まあ、この辺やからね、はい、ちゅうか、すっごい狭いところに、これたまたま土地の問題でね、そっかそっか、でここじゃない可能性もあるし、この、まあ、確かにね、確かにね、この辺が起きやすかったみたいな、そうでしょうね、はい、きっとね、ちょっと空いてたんだよね、スポットね、はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに。